今日の訓練には鳥取警察署員や機動隊員などおよそ50人が参加しました。鳥取県東部沖を震源とする震度6強の地震が発生し、災害対策本部となる鳥取市の鳥取警察署も被災したことを想定。警察機能を鳥取市内の別の場所に移転するため、通信設備や救護用具を運び込みます。携帯電話や固定電話などが使えなくなっても、通信可能な衛星電話や連絡を取り合うための無線、現地の様子を確認するモニターなどを設置しました。訓練開始から災害対策本部の設置完了までにかかった時間はおよそ35分。通信回線のチェックをするなど、手分けして対応に当たっていました。こういった訓練を通して手順ですとか、そういったものを確認することによって、実際の現場でより早くスピーディーに立ち上げることができるかなと。問題点なんかを抽出していって、実際の現場では適切に対応できるように署員一同やっていきたいと思います。今月26日には台風や暴風雨により信号機が使えなくなった場合に備え、可搬式の信号機設置訓練を行うということです。